おはようございます。ダンサー俳優動画外見力の陣博史です。異業種交流パーティーで定例 の、 中国語と日本語の歌を勉強発表するんですけども、ある程度中国北京語は喋れるんですけども、中国の歌は全然実は知らないんです。そんなわけで YouTube で中国の歌っていうのを検索するんですけども、今日は多分これを歌いたいなっていうメロディー、これがいいっていうふうに聞きました。草原浄化っていうのがあるので、それをちょっと検索してみます。浄化っていうのはこれですね。歌、あ、しまった、情け歌、これでなんか出てくるはずなんです。はい、そしてここの YouTube で検索して、あ、テレサ・テンがありますね。いろいろあるようです。これちょっとどうかな、クリックしてみます。草原浄化歌入り、これは日本語かな、中国語かな。中国語の歌を勉強したいんですが、では、テレサ・テンの草原浄化っていうのは中国語かな。メロディーは好きですね。これにします。また日本語だ。こんな風に YouTube を調べて使っています。アップされるものはネイティブな北京語があるので、姿勢っていうんですか、シーシェンっていうんですけども、とても勉強になりますし、僕自身もある程度発音に関してはネイティブなんですけども、いろいろと歌に関してよくわからないこともあるので、こうやって参考にしています。これは在那遥远的地方、遥か向こうということで、草原浄化の、中国語の題はこれなんでしょうね。在那遥远的地方、在那遥远的地方、これは中国語のようです。歌はこうやって勉強してます。下で歌ってるな。慣れちゃった。簡略字が僕はちょっとよくわからないんですが、簡略字勉強したことないので。中国も大きい顔より小さい顔が自分の象徴みたいですね。夜の月のような瞳だっていうことですけども、こんな風に勉強しています。異業種交流パーティー、そこで日本語と中国語で披露したいと思います。本日は今日ここまで。おやすみなさい。ありがとうございます。じゃあ YouTube を切ります。